シンド語はパキスタンにあるシンド州の公用語、シンディ語、スインディ語とも呼ばれる。パキスタンに1850万人、インドに280万人の和者がいる。インド国内での和者数はそれほど多くないが、1967年にインド憲法の第8不足に定められた指定言語に加えられた。パキスタンのシンド語和者のほとんどはシンド州に住んでいる。 1947年にインドとパキスタンが英両植民地から分離独立した際に、シンド州はパキスタン側に属することとなり、この土地に住む人々の一部がインドをはじめとする外国に移住したため、世界各地にシンド語話者のコミュニティが点在している。パキスタンの南東部にあるシンド州には、シンド語を母語として話すものが多く、 初等学校では必修科目として教えられている。シンド語の語彙は非常に豊富なため多くの作家がこの言語を用い、シンド語の文学や詩が多く残っている。インドアーリア語派の言語であるが、周囲を別のインドアーリア語族の言語や、ドラビダ語族のブラーフィ語、イラン語派のバローチー語やパシト語などに囲まれており、歴史的にも様々な民族の支配を受けてきたため、 様々な言語の影響を受けている。特に、ペルシア語やアラビア語、英語、ウルドゥー語などの影響が強い。音声や文法は、他のインドアーリア語派の言語と共通する点も大きいが、イリハウトの存在など独自の点もある。パキスタンでは、ペルシア文字を改良した文字で書かれる。ウルドゥー文字と異なり、通常はナスフ体を用いる。また、 ウルドゥー文字と同じ音であっても異なる文字を使う。大気音のための専用の文字が用意されており、またいる、ハオ音のための文字があるので、18文字という大量の文字が追加されている。インドでは1948年にデーバナーガリー文字を用いることが決められた。イリハオトは優勢無気音の文字のもとに下線を引くことで表される。歴史的には他にも様々な文字体系が使われた。 ウルドゥ語などに比べると、シンド語の死因体系はいる。歯音を持つところに特徴がある。美音は5種類を音音的に区別する。シンド語には10の母音が存在する。ただし、は、主に外来語に現れ、EO と区別されないことも多い。ありがとうございます。